こんにちは。ちょうどいい高断熱住宅専門家の杉浦です。今回はですね、シロアリ対策についてお話ししたいと思います。よろしくお願いいたします。先日ですね、お客さんとお話しさせていただいてて、このシロアリ対策についてちょっと質問がありましたので、私がね行っているシロアリ対策困難ですよということについてお話ししたいと思います。で、うちが、使ってるっていうか、やってもらってるのは、蜂酸によるシロアリ対策ですね。で、それどういうふうなもんなんかっていうと、木の表面ですね、蜂酸の膜を作って、その蜂酸のね、膜をシロアリが食べちゃうと、シロアリが死んじゃうっていう、そういう方法です。で、なんでその方法っていうことなんですけど、蜂酸がですね、人間にも、害がなくて、家の周りのですね、環境にもそんなに害がないということで、蜂酸を選んでいます。で、蜂酸の毒性っていうか、なんで害がないかっていうことなんですけども、蜂酸って蜂酸をですね、お湯に溶かして噴霧するんですけども、噴霧して柱とかにペタッと浸透していったりして、つくわけですよね。で、それが乾いて、そこに人間が触れるっていうことがほぼないので、人間の体内にまず入りませんよっていうことです。で、あと蜂酸自体の毒性なんですけども、塩と同等ぐらいらしいんですね。塩もたくさん食えば人間死んじゃうんでしょうけど、そんな食う人っていないと思うんで、蜂酸を口に入れたところで人が死んじゃうっていうことはほぼ考えられない。で、そもそも蜂酸が口の中に入ることっていうのがないですよねっていうことで。で、もし蜂酸が人間の体内に入ったとしても、人間ってその腎臓があるので、その腎臓でですね、分離されて尿として出てきてしまうそうです。逆に言うと、シロアリなんかはその腎臓がないので、蜂酸を食べれば体に蓄積がされていってですね、で、代謝を阻害されちゃうらしいです。だからシロアリには効くんだけど、人間には別にその毒性も問題もないので、物自体としても問題ないですよっていうことになります。で、蜂酸の作用なんですけど、今説明しちゃったんですけども、シロアリが食べて体外に蜂酸を排出することができないので、その代謝をですね、阻害されてシロアリが死んじゃいますよっていう、そういう退治の仕方なんですね。これ普通のその何ですかね、農薬系ネオニコチノイドとか、そういう神経毒みたいな作用のある薬があるんですけども、そういうのだとそもそも塗った後にですね、揮発することで効果発揮しているので、そういったネオニコチノイドとか、その農薬系ですよね、になると人間にもちょっと作用を及ぼしてしまうので、それが良くないということで、外国ではほとんどこの蜂酸が使われているということを聞いてます。で、この蜂酸の施工方法なんですけど、ただ単にその僕たちでもできるんですけどね、その蜂酸の粉を40度ぐらいのお湯でですね、ガーッと攪拌してかき混ぜて蜂酸の溶液を作るわけです。で、蜂酸の溶液を噴霧器でですね、ずっとこうザーッと建物の構造で、シロアリの害に合いやすいところに対してずっと塗っていくわけです。で、今後ねちょっと気をつけなきゃいけないなと思ってるのが、アメリカ完全シロアリって言って、アメリカからのアメリカのシロアリが来てるらしいんですね。で、そのアメリカのシロアリ、完全シロアリってどんなもんかっていうと、日本のシロアリって、家の下の地面の下ですね、地下ですね、に巣を作って、その中で繁殖しながら上に上がってきて家を食べちゃうっていう感じなんですけども、アメリカ完全シロアリってそもそも外飛んでるらしいんですよ。だから、その巣を作ってそこから家に入ってくるんじゃなくて、もう直接ですね、その屋根とかから入ってきちゃって、で、食べ始めるらしいんですね。そういうシロアリも最近ちょくちょく出始めてるらしいので、
その白アリに対する対策も今後必要になってくる可能性が出てくるということもちょっと頭に置いていただけたらなと思います。でそのアメリカ完在シロアリの対策っていうと、もう家全体をですね、言うたらもう屋根の材料とか下地の材料とかね、そういう木の部分を全部そのこの放散処理で、まあ言うたらコーティングしてしまって、シロアリが食べてもシロアリが死んじゃうよっていう状況を作る必要があるっていうことになります。でもう一つですね、まあ最近床下エアコンとかやりたい方多いと思うんですけど、もう床下エアコンやろうと思ったらもうこの放散処理でやらないと大変なことになりますよっていうことです。普通のああいう薬剤系のものでやっちゃうと、まあ言うたらその床ね、1階の床の周りこう防御処理するんですけども、それが揮発したやつが家中にこうぐるぐる循環しちゃうことになるので、まあおそらく普通の状態よりも人間が影響を受ける可能性がとても大きいので、基礎断熱、まあほんで床下エアコンですね、する場合はもう必ずこの放散の処理法、放散処理、シロアリの対策は放散処理っていうのをやっていただきたいと思います。今回は以上になります。どうもありがとうございました。